四日市市にある複合商業施設である。ここでは前身であるアムスクエア、ララスクエア四日市についても述べる。四日市市立博物館やとホテル四日市に隣接し、近鉄四日市駅からも徒歩5分と非常に近い位置に立地している。四日市市の中心部に位置するが1100台余りの車を収容する立体駐車場、地下駐車場があり、 駐輪台数も250台止めることができる。なお、隣接している地は330とホテルとはつながっており、外に出ずに往来することができる構造になっている。1982年に、日長地区に移転した、三重県立四日市工業高等学校跡地、近鉄四日市駅西側外区を、四日市市が三重県より購入。百八十七年一月、 四日市市は総面積2万7千平方メートルのうち1万5千平方メートルを民間公募で開発することを発表した。その際、複合商業施設、シティホテル、駐車場の3つを備えることという条件を提示し、4つの共同企業体が応募した。同年9月に四日市市開発公募委員会は、三井不動産と藤田工業の案を採用することを決した。 その結果、公園、博物館と共に一体開発することとなった。1991年11月3日、松坂屋四日市店を各店舗として開業。商業棟、ホテル棟、立体駐車場棟からなる大型複合施設であった。四日市市ではアムスクエア開業に刺激を受け、他の商業施設でも増床や新規開業が相次いだ。しかし、開業して、 わずか10年後である2001年に松坂屋が撤退。以降は専門店だけで営業していたものの2002年7月にそれらの店舗も閉店し全館閉店となった。アムスクや閉館後2004年3月から2005年3月にかけて三井不動産グループによる再開発が行われ2004年11月20日には映画館とゲームセンターなど 4から6階の上層階を先行開業し、アムスクエアが再オープンし、四日市市の中心市街地活性化促進省令も背景にあり、翌2005年3月12日にはアピタ四日市店をはじめ、各テナントの入居が決まったため、三井不動産商業マネジメント運営によるララスクエア四日市として全館グランドオープンを果たした。なお、前身のアムスクエアにも名前に、 スクエアとあるが、これは偶然である。2021年1月18日より、日本エスコンが取得し、施設名称を、隣へ4日市に変更した。毎月第2日曜日に4回イベントスペースで、キッズステージが開催されている。キッズステージ終了後にご当地アイドルの4セールズの定期ライブが行われている。当施設のテナントは、出店形態で、アピタゾーン。 専門店ゾーン、飲食店ゾーンに分けられる。1階2階にはアピタが入居しており、アピタゾーンとして各店舗を出店している。かつては3階もアピタが入居していたが、2021年現在は、小島、ビッグカメラが入居している。また、6階には、成人映画館である六方二か四日市を除いて、市内唯一の映画館である。 109シネマズ四日市が出展している。アピタ四日市店に関するカテゴリー、アムスクエアに関するカテゴリー。ありがとうございます。